はい、またね、平成の神様はトリガーに指をかけずに最初のターゲットに向かって音声解説的なことでも入れてみようかなと思っております。この日はね、第23回、赤羽フロンティア赤羽シューティングクラブというね、謎の団体、まあ、私が主催してるんですけど、それの、第23回クラブマッチというのが行われました。でクラブマッチはね、前にも言った通りシルエットからスタート、シルエット競技、スタンディングを開始します。ですけど、シルエットは1人、ブルザイは、2人か3人、フレートも2人か3人並んで打つという形になっております。で、まあ、いつものようにシルエットスタートだったわけですけど、今回ね、これは私が打ってるんですけど、前の車種がね、塩鮭さんだったんですけど、塩鮭さんがね、シルエット満車するんですよ、40点。でね、もう、よーし、やったろうじゃねえかと。ちょっと、自分もね、後に続くぞと。言った心持ちでですね、引っ張られて、ちょっと車道に入った感じです。で、この9メートルね、これがね、ちょっと左に引っ張っちゃうんですけど、なんとか当たってくれたんですね。これが大きかったですね。だったかな、上ギリギリだったかな、とにかくギリギリだったんですよね。ここはちょっとね、ほら、9メートル上ギリギリだったんだな。だから10メートルもそんぐらいで打てばいいや、みたいな感じで打ったんだよな、確か。そうだ。で、8、9、10と当たって、で、7、6と。まあ、ここら辺になるともう本当、もう勢いですよね。だから勢いで外しちゃうこともあるんですけど、逆に勢いで当たると、7メートル、6メートル。ね、これ当たるんですね。でね、ちょっとね、プローンがね、取れてないんだな、これ。で、これね、満車するんですけど、満車とか上満車するんですけどね、プローンもですね、無事満車。プローンの5発はね、取れてないから言うわけじゃないですけど、完璧な5発でした。どれも真ん中に当たってね。ということで、私のシルエット、40点のスタートになりました。ですんでね、ちょっとブルーズアイはいくらか、まあ、6点ぐらい落としてもいいかなっていう感じで、これね、ブルーズアイ、今打ってらっしゃいますね。2人並んで、この日はですね、8人だったかな。もうね、いっぱいやってるんですよ、今月ね。だからもう今日なんか誰も来ないかなと思ってたんですけど、とりあえず、2、3、3、そうだな、8人で回りました。ですんで、ブルザイはね、2人、3人、3人という並びになっております。で、これね、第1種目、ブルザイですね。今、サイティング練習しておりますけど、で、先ほども言った通りですね、まあ、シルエットが満車だったんですね。で、まあ、基本的に自分いつも試合に臨むときね、当然200点というのを目標にしろっていう話ではあるんですが、まあ、当面はやっぱり185っていうのをね、一発に今狙ってるわけです。まあ、いわゆるグランドマスターの点数ですね。で、まあ、なんとか180、最低170ぐらいで抑えたいなっていうところなんですけど、まあ、とにかくやっぱ、一応の目標はね、185なんですよね。で、これ今初段、結構止まってるんですね。まあ、ただ、引きぶれがひどかったですね、この日はね。で、ちょっと戻りますけど、185目指しているということは15点落とすわけですね。となると、まあ、最後プレートなんですけど、まあ、プレートね、が1枚ミスると4点なわけで、まあ、2枚ミスで8点。だから、7失点で、プレート2枚ミスっても、185だというようなところを目指してるんですね。ですんで、まあ、シルエットが満車できたんで、まあ、ブルーズアイなんとか94ぐらいで収まってくれればなという感じで打ってるんですけど、今日はね、震えてはいないんだけど、とにかく硬かったですね。あの、腕の動きからね、指の動きから。これ何発目かな。まあ、それなりにね、ただ、かなりぶれてますよね、やっぱね。5発目になるのかな。もう4発目がなんか、なんだったかな、ありゃーって思ってたんですけど、
5発目。まあ、時間配分的にはね、結構、うわ、ひでえなこうやって見ると。ねえ、ひどい。ひどい動きですね、今の。で、5発終わったわけですけどね。ありゃーって感じですね。まあ、うまく48ぐらいにそれでも収まってるかな。収まっててくれ。一個もしかすると5点かもしんねえっていうぐらいだったんですけど、さあ何点かなと思ってね、これもう心待ちにしてるわけですけど、どうでしょう。で見てね、びっくりするんですね。うわっ50点だったんですよ。うわマジでと思ってね。もうまあこういう時喜んだ方がいいんでしょうね、本当はね。あ50点だよっていう。まあでもちょっとねびっくりしちゃいましたね。なんで50点なのっていう。逆にね。でもまあ50点ということは、まあ第2ターゲット7点まで落とせるんで、5点打たなければね、2発10点に入ればいいかと思って、まあ気を楽に持っていこうとは思ってるんですけど、なかなかそうはいかなくてね。もう完全にねトリガーもね引けないっすよ。どうかな初段。これちょっとちっちゃい画面なんで見ながら喋ってるんですけど、それでもすげえ動いてるもんな。これよく10点入った。まああの結果から言っちゃうと100点だったんですよね、ブルザイもね。今のよく入りましたね、あれでね。まあすごいな。もうね腕もね自分の袖点のとこまでも持ってききれてないんですよね。だから余計ね変なとこで引いちゃってるから、トリガーもまた変な引きにもなると悪循環なんですけど、まあまあでももうね打つしかないですからね。だからそんなに震えてるわけじゃないんだけど、だから逆に言うと手がね動かないでね止まっちゃってるのね。もうちょっと下で止まるんですよね、大体僕はね。上になんとか持ってってね打ってるんですけど、まあ荒いですよねやっぱね。次4発目ですか、5発目かな。もうここら辺になるとね1発ぐらいはまともに打ちたいなと思ってんですけど、まあやっぱ下がってますね。まあでもなんとかね、また元自分のいつも言ってる狙ってる想定には戻そうと思って引いてるんですが、おかげですごいですね。どこまで動いちゃってるのかよくわかるという、うん、さあ最後の一発。いやさあどうかなって感じでした。でまあちょっとこれ採点もでかいのかな。とりあえずなんとかね、あとは運のみで、また同じようにですね点数見て驚きました。50点でした。ということは、シルエットとブルザイ終わってね、もう パーフェクトというね。いやーほんとジェジェジェって感じでしたね。脳ね、レナさんね、今やノンっていう名前になってしまいましたが、この世界の片隅にという映画はですね、ぜひ見ていただきたい。あ、ちょっと話が変わってしまいましたね。今打ってらっしゃるのはね、これカカシさんっていう、まあ、ハンドルネームとかなんて言ったらいいんでしょうか。プレートスタンバイ。ゼンさん。お二人ともね、もう熱心に練習来られててね、もっと上手いんですよ、実際は。でもね、やっぱプレッシャーでね、結構やられちゃうタイプのお二方でね、まあそこら辺のでもアドバイスは僕は全く持って何もできないんで、頑張ってもらうしかないというですね。最近クラブマッチ来てくれてる方々は本当なんかなんだろうね、あのなんかマジで真面目にクラブマッチっぽい感じの方々。まああのね、月曜と水曜日に平日無料練習会っていうのやってるんですけど、そこによくね来てくれてる方がついでにあのクラブマッチも参加してくれるという、プレートスタンバイ、まあ、まさにクラブマッチという趣があっていいですよね。カカシさんなんかもあっちこっちね設営や何やらでも手伝いに行っちゃって、ただやっぱり思うんですけど、プレートスタンバイ寒くないのかなっていうのは
寒くないらしいんですね。ね、左側の前さんもね、今日この日はプレート当たってましたね。右プレートスタンバイかな、マコさんだったかな。190点ぐらい練習で出すんですけど、久しぶりの試合でね、なかなか同じが休めない方でね、今実況終わりましたね。まあプレート難しい競技です。思いっきりこれから自分が打つのにハードル下げてますけどね。皆さんお疲れ様でしたと。で、クラブマッチはね、最終的にいつも最後の3人というのは、今のところこの2つ終わって得点3つ、得点上位3人並んでるということで、まあ、私一番だったんですけど、ポールポジションという感じでしょうか。さあ140点、実は2回目なんですよ、クラブマッチでね、ブルザイ終わった時点でパーフェクトって。前回はね9枚か8枚だったんですよ。だから180も結局いかなかったわけね。さあ今回はどうなってるか、これ一応200点チャレンジですからね。はい、プレート競技を開始します。初段プレートスタンバイ、ね、200点目指すぞと言ったところで始まったんですけど、いきなり終了と。いや焦りましたね、やっぱり。もう200点だから今ここまでね、かなり楽なんですよ。もうそんなのもう初段外したことによってね、もうパーッと散りましたね。2発目これ当たったから良かったですけど、次外すんだっけかな。プレートスタンバイ、次外すんじゃないかな、これね、早打ち当たってる。いい加減ですね。コメンタリーみたいなのも次かな、外すの。でも2つ外すんですよね。当たんのかな、やっぱ外した。いやまあこれ首かしげてますけどね、首かしげてるのはね、なんで当たんないんだろうじゃないんですよ。なんで打てねえかなって感じでね、ちゃんとね。さあねえ、これで下段2つミスですよ。いやー長い10発始まるなーって感じですよね、これ弾入れてる時。まいったなー、やり直せねえかなーっていうふうにもちょっと思ったりもするんですけどね。ブレード供給再開します。まあ始まって外してしまったもんしょうがねえと。ブレードスタンバイということで、もうでもなんかちょっとね、頭なんか真っ白にはなった。逆に言うと、なんでしょう、まあ余計なこと考えないで、もうとにかく打つしかねえなっていう感じにはなったはなったんですけど、まあ何回も言いますけど、やっぱり打ち方がちょっと変わっちゃうのね。ここら辺はね、練習通り打ってますね、まだ。次あたり外すんじゃないかな、多分。プレートスタンバイ。どうだろう。レディー。さあ、どうかな。ここら辺でちょっとね、切り替えましたね。はい、説明しきれるかな。レディー。練習で打ってる時はね、見ててもらえば分かるんですけど、自分のトリガー引くべきところにね、まずというか、そこに持ってって打つと、はい、打ち方してるんですけど、試合になるとね、やっぱうまく持っていけないんですね。でそこから微調整できればいいんですけど、あと、例えばですよ、大げさに言うと、あと2センチ左に持ってくとか、ということができないんで、僕はね、だから一回上まで上げちゃうんですね。そっから下ろして打つという、まあこれを練習でもした方がいいのかなとは思いつつも、ブレードスタンバイ。なかなかちょっとね、まだね、迷ってんですよ、いろいろ。練習だとね、やっぱ練習で打ってる、その、
自分の装填に向かってね、丁寧に持っていく方が確実性があるんですね。ただ試合だとそれがなかなかできないというところでね、こっからこれからもう切り替えてましたね。もうね、もうしょうがない、あんまりもうそこにこだわるなと、いかなかったらもう一回上げて打とうと、いう感じで言ってて、だから結構荒いですかも、引くのはプレートスタンバイ、とにかくもうね、さっき言ったように打つしかないんで、これね、あと3つ。ここでちょっとほっとしましたね。あ、とりあえず180いったと。ということで、もうちょっと気楽にもなりましたね。で、実はね、ちょっと192点って狙ってたんですよ。ずっと言ってる、ここのとこ5試合あったんですけど、5試合平均175って目指してたんですけどね。もう192点、だからプレート2枚落としでいけば目標達成だったんですけどね、もうそこらはもう終わっちゃったんでね、もうあとは気楽。まあ、C では最後ちょっとね、これ当てれば188グランドマスターかと思って、ちょっと来たかな、ちょっと早いな、でも当たったんで、とりあえず188点でフィニッシュとなりました。でもおかげさまで優勝もできましてね、非常に嬉しい。まあそんな感じで、またこれあとまとめみたいなかかってると思いますね。ちょっと我慢して聞いてやってください。ということで、一番上の一番外してるやつもう終わったと思います。皆さんね、ご参加いただいた方も本当ありがとうございました。はい、ということで、じゃあ今日のクラブマッチはこんな感じでした。さあ自分の振り返ってみましょう。山中選手シルエット40、ブルサイ100、パーフェクトチャンス、そして初段のブルサイじゃねえ、プレートの1枚目外す、いきなり終了、下段2枚落とし、中段も落とした。どうなるのかなと思ったけど、なんとかね、粘れましたね、珍しく。ということで、バーン、発脚だった。はい、優勝です。いやー、嬉しいもんなんですな、これがまた。しちゃおうかな。よいしょ。ねえ、これどうすか。このもう今回第23回、ということなんですが、さて段取りがいかがか悪いですね。さあ行きましょう。チャーンチャーンチャチャーンチャーンチャ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 ーンチャーンチャーンチャ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 。はい、ということで、ちょっと字が小さいなあれ。はい、優勝しました。ね、自分のところに自分の名前を貼ってるだけなんですけど、これがまた嬉しいもんでね。はい、まあ歴代優勝者こんな感じになっております。ずらーっとね、ということで第23回クラブマッチ無事終了しました。まあいっかということでね、次回は12月に1回ぐらいできんのかな。まあちょっといろんなスケジュール詰めてまたなんかで発表したいと思います。でクラマッチで、ね、結構ね割と緊張すると思うんですよね、これね、この仕組みね、ぜひ、またそこにね名前を連ねるように皆さん挑戦者を待つということで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。とともに、今回はまた、ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。では失礼します。